ゼブライン松井のキャラ手相診断のコーナー。あ、まばらな拍手ありがとうございます。さあ今週もね頑張っていきたいなと思っております。撮影場所はこちらですね。ちょっと拍手のタイミング違いますね。気をつけてくださいね。大風写真館、あ、拍手気をつけてください。大風写真館、秋葉プルスーバイガイナクさんよりお送りいたします。さあ今週はですね、こちらご覧ください。マジカルスレイヤーマミカさん追悼ということですね。あの世から見事スペシャルなゲストに来ていただいております。それではマミカさんどうぞ。わお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 、どうもよろしくお願いします。どうも、本日ね来ていただいてありがとうございます。やたらすちょっと かぶりが多いでね、気をつけてください。ということで、私ゼブライン松井ですね、手相が得意なので、まあ、秋葉ではね、秋葉鬼やんとして活躍してるわけなんですよ。今回ねこちらマミカさんが来てくださったということでですね、今回はちょっと肘がかぶっとるからね、気をつけてくれるかな君ね。ちょっと君ねかぶっとるからね、見てくださいね。こちらですね、今回運命線から見る手相、まあ、こちらが、まあ、いくつの時に何が起こるかという見方ですね。まあ、流年法と言われてるやつですね。でこちら手首から、まあね、中指の下、ここまでを0歳から100歳と分けます。そしてそれのど真ん中を30で、さらに真ん中を20、そしてこちら、知能線が交わるところ、まあ、大体35、感情線が交わるところ55と考えて、どこに妨害線なり影響線と言われるものが入っているかというので、何歳の時にどのような害があるかというのを果たしていきたいと思います。で、まあ、妨害線はどういうのといったら、このように今 横切る線ですね。で影響線というのはこの横が入ってくる線ですね。これが止まったら、まあ大体28ぐらいの時に何か影響がありますよ。このように、まあこれだったら15歳ぐらいの時に何か大きなこと起こりますよということですね。でこの妨害線がより太く大きかったり、その妨害線より上が薄くなってたら多分死にますね。うん、だってこの妨害で、まあ、とんでもねえことが起きてダメになっちゃうよって、このようになっちゃったら多分ここら辺までの人生だったと、まあ、その線によってこう変わってたらまた何かしらの別の運命になっちゃうんじゃないのかなっていうような感じで占っていきます。なんでね、運命線に妨害線がある方はお気をつけください。それ早速ね、マミカさんの手相を見ていきたいと思います。お願いします。魔法少女ですからね、いろんな妨害もあると思いますけど、どんどん乗り越えていけると思います。それではちょっと失礼しますね。はい、いや手冷たい、もうしんどれないかこいつ。どうもありがとうございました。